皆さん、こんにちは。昭和の時代に活躍した歌手のあずさみちよさん。あずさみちよさんについて様々な噂があります。国籍が韓国だという話や、元旦那である和田浩司さんとの離婚原因についてなど気になるファンは多いようです。今回は、あずさみちよさんの経歴と私生活について深掘りしてみたいと思います。まずは、あずさみちよさんのプロフィールを見ていきましょう。あずさみちよさんは、本名を林道代、と言い、1943年6月4日生まれ、福岡県の出身です。主に歌手として活躍し、女優にも挑戦していました。なんといっても、あずさみちよさんは昭和を代表する人気歌手です。あずさみちよはさんは19歳だった1962年に、ボッサノバでキッスという楽曲でデビューを果たしました。その翌年には、こんにちは赤ちゃんが大ヒットします。おそらくこの曲は誰もがどこかで聴いたことがあるでしょう。一躍歌手として売れっ子の存在となります。その後も歌手として活動を続け、歌謡曲だけでなく J-POP なども歌っていました。あずさみちよさんは芸能界入りする前は宝塚音楽学校に通っていたようで、当時は同期の中でもトップの成績だったのだといいます。宝塚音楽学校では声楽や日本舞踊、バレエなどを習っていたようで、努力を惜しまず頑張っていました。そこでの経験が後に方々で日の目を見ることになります。ある時に芸能事務所渡辺プロダクションのオーディションに参加し、見事合格しました。そのまま宝塚音楽学校を辞め、同事務所で歌手デビューを果たしました。あずさみちよさんはこんにちは赤ちゃんが大ヒットしたことで、20歳の時に都内の椿山荘で開かれた学習院初等科同窓会に招待され、昭和天皇の御前で同楽曲を披露したことがあります。これは芸能界では初の展覧歌謡曲で、天皇陛下から赤ちゃんこんにちはをありがとうと言われた彼女は、こんにちは赤ちゃんですと臆せず物言いしたことが話題になりました。あずさみちよさんは出身地が福岡県と紹介されることが多いようですが、実は生まれは韓国です。彼女が生まれたのは朝鮮釜山市で、当時は日本の統治下でした。あずさみちよさんが生まれた釜山は韓国の地域名で、彼女の国籍はおそらく韓国ではないかと思われます。あずさみちよさんは当時の朝鮮釜山市に生まれ、その後日本の福岡県に家族で移っています。そのため彼女は在日韓国人なのではないかといったことが噂になっていますが、その真相はどうなのでしょうか。これについては一切情報がなく、また彼女の口から語られたこともないため、はっきりとしたことは分かっていません。事実として現在の韓国の地で生まれ、母親は日本人であり、福岡県に移り住んだということが分かっています。あずさみちよさんの両親については、母親が林芳子といい、父親は彼女が5歳の頃に死別してしまったようです。そのため父親が韓国人である可能性はありますが、父親に関する情報はほとんどありません。あずさみちよさんの元旦那は俳優の和田浩司さんです。二人は1971年に結婚しており、人気俳優と歌手の結婚だけに当時は大きな話題になりました。和田浩司さんは当時から人気だった俳優の石原裕次郎さんに似ているとスカウトされ、1959年の映画無言の乱とで主演を演じ、銀幕デビューを果たしています。その後は石原裕次郎さんや小林旭さん、赤木慶一郎さんと共にダイヤモンドラインというグループを結成し、様々な映画で活躍しました。元旦那和田浩司さんのプロフィールを見てみましょう。和田浩司さんは本名を和田秀夫と言い、1944年1月28日生まれ、茨城県の出身です。あずさみちよさんと和田浩司さんの2人は1971年に結婚しましたが、翌年の1972年に離婚していまいます。そのあまりの速さに世間ではスピード離婚だと話題になり、離婚原因にも注目が集まりました。あずさみちよさんと和田浩司さんの2人はわずか1年というスピード離婚が話題になりましたが、その原因として挙げられるのは不仲です。まさに離婚原因としてある意味分かりやすい理由です。2人は結婚してすぐに別居生活を送ることになり、当時別居について聞かれたあずさみちよさんは、彼の借金取りが毎日来るから友人宅に避難しただけ
と語っていました。和田浩二さんも半年以上セックスレスだと明かし、彼自身は彼女との距離を詰めたい思いがあったのだと見られています。ですが2人の関係が修復されることはなく、1972年に別々で離婚会見を開き別れることになりました。あずさみちよさんと和田浩二さんの離婚原因については、彼女がバイセクシャルだったことも挙げられていて、あずさみちよさんは以前からバイセクシャルであることをほのめかす発言をたびたびしていました。ただこれについて彼女自身は否定しているようで、直接の離婚原因ではなかったと思われます。バイセクシャルに関する真相ははっきりしていないようですが、当時はおそらくバイセクシャルだったのではないかと思われます。和田浩二さんはあずさみちよさんと離婚した後、1974年にクラブ経営者をしていた女性と再婚しました。再婚後は特に離婚することはなかったようで、公私ともに充実した日々を送ることになります。あずさみちよさんは和田浩二さんと離婚した後、プロ野球選手として活躍していた東尾治と不倫していることが噂になりました。ちなみに週刊誌によるあずさみちよさんと東尾治さんは30年以上も不倫関係を続けていたようで、週刊誌から直撃を受けたあずさみちよさんは大人の関係ですと語ったのだそうです。あずさみちよさんは東尾治さんとの不倫が週刊誌など報じられましたが、過去には娘の東尾理子さんが乗り込んできて、お父さんを返してと言われたこともあったのだと言います。ですが東尾理子さん自身は父親やあずさみちよさんのことを恨んでいなかったようで、それには東尾治さんの妻が一切不倫に関して文句などを言わなかったことが要因となっています。東尾治ファミリーは非常に家族の絆が強かったようで、娘の東尾理子さんも父親との時間が欲しかったのだと述べています。東尾理子さんの母親は家に帰ってこない東尾治さんを悪く言うことは一切なかったそうです。だからこそ東尾理子さんも父親を嫌うことはなかったのです。あずさみちよさんは過去に明石家さんまさんのさんまのまんまに出演した際、明石家さんまさんから東尾治さんとの不倫について聞かれ、彼にシャンパンをかけたことがありました。ただその時の明石家さんまさんの言動は放送されなかったようで、後日シャンパンをかけたことを謝罪し、明石家さんまさんにブレスレットをプレゼントしたのだそうです。この他にもかけたタイミングがありました。大ヒット曲2人でお酒をやメランコリーのタイトルを思い出せない明石家さんまさんに対し、好きだったら思い出せるはずときつく詰め寄るあずさみちよさん。トラブルというよりもどちらかといえばノリとツッコミに似た感覚の様子だったのでしょうか、それとも本当に怒ってシャンパンを浴びせたのでしょうか。今となっては明石家さんまさんが語らない限り真相は分かりません。そしてついに知らんわと白状した明石家さんまさんの顔にシャンパンを浴びせました。さてあずさみちよさんと和田浩二さんの間に子供はいません。2人は早くから別居し、半年以上もセックスレスだったため子供を作る機会はなかったのではないかと思われます。和田浩二さんは昭和を代表するスターでしたが、1984年に胃が痛いと訴え、当時は胃薬を服用しながら活動していました。ですが我慢できなくなり、1985年に病院行き緊急入院します。その後は入退院を繰り返しながら活動を続け、1986年7月6日に妻に看取られ息を引き取りました。享年42でした。そしてあずさみちよさんは2020年に1月に自宅で死去していたところを発見され話題になりました。享年76でした。あずさみちよさんが亡くなったのは東京都内の自宅だそうで、当時打ち合わせのため自宅を訪れたマネージャーによって発見され、その時はベッドに横たわったままだったのだそうです。マネージャーはすぐに警察に通報したものの事件性はなく、その場で死亡が確認されました。所属事務所によると、出演予定の番組の打ち合わせのため午後にマネージャーが都内の自宅を訪ねたところ、亡くなっているのが見つかったといいます。あずさみちよさんの死因は何だったのでしょうか。あずさみちよさんは自宅で亡くなっていたところを発見され話題になりましたが、一体死因は何だったのでしょうか。あずさみちよさんの死去を報じたメディアによると、うっ血性心不全だと言われていて、突発的に亡くなったものと思われます。またあずさみちよさんは過去に大病を患っていたこともあったようで、病名は明かされていませんが、
晩年は体が弱っていたのではないかと見られています。原因に関しては病死ということしか発表されていません。可能性としては76歳というご年齢から想像すると心疾患が考えられます。心疾患は癌の次に多いとされる理由と言われています。自宅で倒れていたということ、2019年12月末には元気だったということから、何の前触れもなく突然倒れてしまったことを考えると心疾患の可能性が高いように思います。いかがだったでしょうか。今回はあずさみちよさんの経歴と私生活について見てきました。あずさみちよさんは晩年あまり目立った活動はなかったようで、2018年にアルバム決定版あずさみちよ2018をリリースした程度で、音楽番組などに出演はありませんでした。有名野球選手との不倫や番組でのトラブルなど、さまざま問題を起こしながらの芸能生活でした。ただ亡くなった時はマネージャーが出演番組の打ち合わせで訪れていたことを考えると、亡くなる直前まで現役だったことがわかります。やはり色褪せない歌手としての人気があずさみちよさんの芸能生活を支えたのでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。